はい、どうもこんにちは。衣フライダーです。今日は、雨も降ってるんでね、モトブログをやる際の装備について、ちょっと説明していきたいと思います。まず、ヘルメット。照英の GT エアです。で、もう今すでにここにアームをつけているんですが、これが、ここに湾曲したこのベースですね、ついて、各ジョイントはですね、こんな感じでね、六角のネジでつないでます。M5 か M6 です。どっちか忘れました。それを買ってきてつないでます。で、これ本当はメッキ製でもよかったんですけど、ステンレスしかなくて、なのでステンレス製です。で、マイクですが、マイクの設置位置は今真ん中にしてます。以前はこんな感じですね。で、風防キャップは別で買ってつけました。じゃないと風切り音がすごいと思うんで、買ってつけてます。で、真ん中にしてから撮影はまだ雨が降ってるんで、ずっと雨なんでしてないです。なので、これは試してみないとわからないというところですかね。で、これがジャックですね。で、こっちが、スピーカーの方のね、中にスピーカー埋まってるんで、そっちのジャックになります。ヘルメットとしてはそんなところですかね。で、ここに本来は GoPro をつけるんですが、今 GoPro で撮影をしてるんでね、つけられなかったっていうことで、そんなとこですかね。メットの説明は以上です。次ですね。これメッシュグローブなんですが、新調しました。今まで使ってた赤いのから新調しました。同じゴールドウィン製です。で、サイズは手がちっちゃいんで M です。 M サイズです。じゃないと M でもちょっと余るぐらいかもしれないけど、ここがね、L だとだいぶ余るんですよ。で、あんまりここがごついのだとちょっときついんで、今回は今まで使ってたものの、多分ニューモデルかなんかになると思うんですが、にしました。で、次がシートバッグですね。ゼグナーのシートバッグです。これ、こう見てわかるように、この防水になってるんですね。で、ここも開きます。ここも防水ファスナーになってるんで、これ今、このバッグの防水じゃない部分ね、この辺防水じゃないんだけど、防水じゃない部分のカバーですね、それとマイクロファイバーのタオルを入れてます。小物入れ的な使い方ができるっていう感じですかね。で、中を開けると、今大したも入れてないんですけど、これね、GoPro の予備バッテリーと2個ぐらいと、あと SD カードを入れてます。おっと。そんなに長時間外にいるわけじゃないんで、このぐらいで。で、これは iPhone の充電のためのものですね。シガーソケットの USB 変換するものと、これは純正の iPhone の充電ケーブル、ライトニングケーブルですね。と、これが車載工具になります。今シート下に ETC が設置されてて、車載工具が付けられないんで、この中に入れてます。で、
このちっちゃいドライバー、これ何の役に立つのかっていうと、GoPro のつなぎの最後の締めだけ純正のものを使ってるんですが、純正のもの、頭、プラスのドライバーが入るようになってるんで、これでグッと締め込んであげるという形で使ってます。まあ、一回こっきりね、使うのに買ったんじゃもったいないんで、っていう形ですかね。で、こいつなんですが、拡張できます、ここで。今ちょっとしないですけど、2段階の拡張が可能で、最大で30リッターぐらい入るのかな。でもそこまでやっちゃうと、SS だとちょっと不格好になりますね。大きすぎて、縦に。なので、まあ1段階ぐらいかな、使うにしても。多分動画でも何回かはね、1段階にしてる状態で、いたのはいたんだけど、まああんまり映ってなかったかもしれないですね。まあそんなとこですかね。装備に関しては。今回、とりあえず、これと、これは、センダボを買った時に、買ってから買ったもの。センダボを買ってから買ったものになります。まあ、メットとかその他、もともとあるんでね。GoPro もちょっと旅行行くのに、買ってっていう感じで、そのまま、元ブログできるなっていう思惑もあって買ったんですけど、まあ、そんなとこですかね。装備に関しては。ということで、こんな構成で一応元ブログをやってます。メットに関してはね。メットもう一回出しましょうか。メットに関しては、こういった構成でやってます。まあ、このマイクがね、どうなるかですよね。あとは。うまいこと撮れるかどうか。っていうとこだけですかね。懸念としては。まあ、この位置だとね、ちょっと鼻の真ん前なんで鼻息が入りやすいかなと思うんですけど、まあ設置としてはこの辺しかないのでしょうがないですかね。こんなとこですかね。とりあえず、ポロノフライダーが元ブログをやっている装備の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。